ギャラクシー Z6 フリップのオリンピックエディションを触っています。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。 Galaxy Z Flip 6が発表になりましたが、ここパリの発表会会場にオリンピック関係者だけに配られるオリンピック専用モデルがありました。いやー、これね、買えないんですよね。ベースモデルはこれイエローでいいのかな、ゴールド系ですけど、多分そういうような気がします。フリップ6はね、このカメラのベゼルがね、側面とね、同じ色合いになりましたね。レンズのベゼルって言った方がいいかな。そして、これが待ち受け画面ですね。スリープ。はい、こんな感じ。そしてこれね、サムソンウォレットに、なんだろう、これオリンピックのチケットなんか入ってますね、はい、あとこちらもこれオリンピック柄ですよね、きっとね、なんかいい感じだな、はいはいはい、まあフリップ6そのものはね、全体角張ってよりシャープなデザインになりましたね。オリンピックエディション、これが実は箱ですね。内箱もオリンピックになっています。そしてこのね、 NFC のカバーっていうんですかね、これがなんかね、これパリのブランド、ベルリットっていうんですかね、ベルリティ、ここのこれビーガンレーザーじゃなくて、本革かな、結構いい革のような気がします。これはね、フリップはここに NFC の、プレートを置くとテーマも変わるっていうね、それが前のモデルが出てますが、こいつにも NFC が入っていますということで、はめてケースを閉じると。でこっちも、あ、もう変わってるなこれはめましょうね。これで完成形ですね、はい。で、見ると、はい、壁紙変わってますね、はい、ベルトかな。まさかね、これだけでも欲しいですね。いや、ちょっとね、単純にオリンピックのロゴを入れただけではなくて、このね、NFC のプレートまで用意するなんて、いやー、サムソンかなりね、本気で頑張ってますね。これだとね、滑りにくいし、高級感もあって、なかなかいいなっていう気がしますね。ということで、以上、Galaxy Z Flip 6のオリンピックエディションでした。